ね、訪れた時店頭の方にね、なんか荷物ちょっと出したり後入れたりしてるね、イケメンのお兄ちゃんがいたのよ。で、こんにちは、もしよかったら食べてってくださいって、なんかちょっと軽めな感じでさ、あーなんか女の子でモテそうだなって男の子に声かけられて、おばちゃんそれで入店したのよ。でさ、入る時にさ、この冷やしたまたま、冷やし、てか、釜玉は食べたことあるけど、冷やしの玉玉はちょっと初めてだなと思って。しかも、牡蠣のアヒージョじゃえ？アヒージョって何？アヒル？よくわかんないけど。で、それを食べにさ、煮てしたのよ。したらね、まずこのさ、冷やし釜玉？まあ、この時点でかなりうまい。説明書きではさ、もちもちで、なんかちょっと多い。食べ応えがあるって書いてあったけど、かなり腰強くて、おばちゃんは腰強いさ、麺とかさ、そば大好きだから、うん、腰強くて、でね、醤油のあと卵が合わさったこの感じすごく美味しい。いや、あの釜玉としてもかなりうまいですよ。でね、この牡蠣のアヒージョ、なんかかなりね、しょっぱいかな、うん。で、牡蠣の味わいも、なんていうの、なんか凝縮してて。これかけるとめっちゃさらにうまくなる。で、最後にすだちかけるとね、もうさっぱりした味わいで。サマーって感じ。大きいのメスママサマーって感じよ。最初さ、ボルチーニ香る塩ラーメンっていうのが有名らしいのよ。なんか変わってて。何そのボルチーニ。聞いたことないけど、なんか面白そうじゃないって言うんで訪れたのよ。したらさ、あの冷やし釜玉、しかも期間限定で、で、牡蠣のアヒージョ、何それと思ってさ、うん。あ、それでね、いろいろお店の人にさ、これ何ですかって聞いててさ、その、イケてるお兄ちゃんとかと厨房のお兄さんとかめちゃくちゃ優しくてさ、いろいろ教えてくれたのよ。うん。なんかね、お店の人もなんかいい感じだし、あと変わったのも置いてあるし、今度、ボルチーニ買う塩ラーメン食べに行ってみようかしら。うん、そう思ったね。お店です。あちゃんね、昔から三鷹で有名な餃子が美味しいお店ね、念願かなってね、入店できたんだけど、何回か行っても全然入れなかったのよ。で、ここでさ、どうしようおばちゃん、食べたいものあるの？あ、その前にね、ここね、もう餃子、ちょっと開いてみるとね、パカルト、もう肉汁がすごい出てくるね、もう小籠包みたい。あ、それでね、ここのね、イカ餃子っていうのがあるのよ。え、何それ、イカ、それ食べるしかないんじゃねってね、何回か訪れてね、やっぱ入れたんだけど、ここね、いやまあ、イカ餃子、イカってるわ。ほんとイカってる。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら？